白髪が、ちょっと多くなってきて、通常の白髪染めをちょっとやめてデザインカラーに変えていく方向なんですけれども、顔周りに結構白髪が増えてくる方が多いと思うんですけれど、インナーカラーでその多い部分のところをブリーチしていきます。でそうすると最初は中間から毛先のところを明るくしていくんですけど、その後で根元のちょっとつなぎ目部分というか、今までグレーカラーしてたつなぎ目の白髪がライン、白髪染めの残ってるところ、毛先ブリーチになってくるんで、この黒いところのラインを消して、で根元から最終的にブリーチをして、このような感じに、全部ブリーチにしていくことによって、ほぼ白髪の状態に近くなるので、一回これをベースを作れば今後、黒い毛もちょっと混ざってはくると思うんですけど、ブリーチしない状態で染料だけ入れればできるんで、そうなってくると余計なブリーチしなくていいっていうのと、短時間ブリーチしない分時間もお金もかからなくなってくるので、色をのっければいいだけなんでダメージがない状態でできると思うので、そういう風な感じでちょっと僕は移行していきたいなっていう風に思ってます。で結構インナーカラーを最近進めているんですけど、やっぱり最近街を歩いてる人を見てブリーチしてる人が非常に多くて、で伸びてきた時にバレイアージュもそうなんですけど、エアタッチとかバックホームでやったとしても根元の表面のところってやっぱりこうヤンキーっぽくなっちゃうんですよ、抜けちゃって。なのでやっぱりインナーカラーって3ヶ月それから半年ぐらい放置してもそれなりにスタイルになるので、基本的にはインナーカラーをベースで作っていって、必要な方には表面少し細いメッシュを入れてバレエアージュのスタイルっていうのを提供していきたいなというふうに今後は思ってます。はい、なのでメッシュ感はあんまりこう出さない方がデザイン的には今後抜けた時を考えていいのかなっていうふうに思います。で、今回オニヤンマ使ってるんですけど、ブリーチってやっぱり抜きが肝心だと思うので、結局ブリーチは抜けないと色がきれいに入りませんから、ここですね、今トップの部分を抜いたんですけれども、見えますでしょうかね。中間がまだちょっと甘かったんですけど、毛先はもう追いついてるわけですね。以前インナーカラーも入れてるので。ということでその部分をダメージをストップさせるのに、オニヤンマを使います。でこれ今オニヤンマなんですけど、オニヤンマ使うことによって、これ酸化させる薬なんですね、酸化剤です。使う用途としてはパーマの2剤定着だったりも使えるんですけど、こういう風に使うとブリーチの作用をストップさせて、さらにキト酸で保護してくれるトリートメント効果がございますので、このストップさせない部分を塗ります。であと毛先もですね、ちょっとこの顔周りのこの辺が結構ダメージしやすいので、結構ブリーチでダメージしやすいんで、この辺とかを、オニヤンマをつけてあげることによって、多少ね進むんですけど多少ストップしてあげて、この辺はもう短時間で馬力があるブリーチで攻めていくって感じにしていくことによって、根元から綺麗な感じになります。で結構強いやつそのまま毛先やっちゃうと、ここら辺が後々3ヶ月ぐらいしたら枝毛になってきて結構ダメージになってきちゃうので、この辺をちょっとオニヤンマでカバーしていくことによってより、いい状態を保てるのかなというふうに思っております。あと上は通常のカラーをちょっとやってる感じなので、結構同時進行できるんで、時間もそんなかかんないでできるかなっていうふうに思います。カットカラーで2時間半ぐらいあれば全然可能なメニューではあるので、ただ気をつけないのはネープ側ってやっぱり髪の毛が結構前側よりも太かったりとか、白髪の量も少なかったりするんで、ここが抜けづらいんで、ここは一応 1.5 ブリーチしてます。はい、サイドは1回だけですけどっていう感じで、ちょっと時間を置かないで僕はもうすぐ追加しちゃうんですけど、ここは2回やってます。それでもちょっと後ろ追いつかないのかなっていう感じはちょっとしてますが、っていう感じでちょっとやっていきたいと思います。